先輩、付き合ってください。バレンタイン拓也です。勘違いしないで、義理だからね。バレンタイン和也です。ザ・タッチです。あー、下駄箱に入ってなかったな。大島です。バレンタインです。バレンタインデー、ワッデー、バレンタインデー、ワッデー、布団の声で、はい、なんつったんだよ最後、布団を超えてつな、なんでしょう。はい、ということで、はい、今日モンストバレンタインキャラ予想出た。ということで、バレンタインキャラ予想ということなんですけども、はい、毎年来てますよね。毎年っていうか、去年と一昨年はなんかあれだよね、アテナの重心化で分岐でそれだけのチョコが使えたみたいな。あれ、それだけだっけ。ガチャは来てない気がしますね。毎年じゃないのか。去年は来てた。去年はノンノ、光、おととしになるんですね。タンポポ、ノブックス、ノブックス、ノブナガ、うん、あれモーツァルト、もうちょっとクリスマス、クリスマスか。うん、だからガチャで言うと去年、一昨年か。一昨年。去年か。確かにクリスマスとバレンタイン結構ね、かぶり。近いからね、割とね。うんうんうん。でもまあ去年来てるということで、今年も来るんじゃないかということで。そうだね。はい、バレンタイン予想を、はい、していきたいと思います。なるほど。これさ、このさ番組で予想すると来なくなるみたいな。説もうみんな話し出してる。呪いみたいになってる。都市伝説です。でもやっぱみんなちょっとふざけてやってる部分あるんじゃない。言うな、当てに行ってくださいよ。まあそうだけど。いやいや、当てに行きますよそれ。なんか紅白のやつ書いてたじゃないですか。いやいや、みんなふざけたでしょ。なんだっけ、紅白マナー。カノープか。紅白司会マナーだ。しかも当てに行って絶対やるなんだ。僕あれ当たりましたよ、あの。何でしたっけ。あの、五右衛門。あ、そうだ。何ゴエモンだったんだ。絵は当たってないけど。お正月ゴエモン。お正月ゴエモン。何してましたっけあれ。僕はあのあれ、福袋。あ、そうだ。あやさりゴエモン。関係なかったけど。まあでも、まあ、あれは当てやすいか。そうですね。成功ですよね。ちょっとじゃあ予想しましょう。はい。はい。これ描きます。色もいっぱいあるから。そう。バレンタインみたいな。いや、まあその、そうね。まあ、奇想っていう観点で。まあね、これもだからこれ来てほしいっていうのをいくよ。はい、もう僕はもう欲しいの書きました。いいですか。はい、こちらバレンタインサンダルボン。お、いや、そのこれ僕も今書いてたんですよ、バレンタインサンダルボン。いや、どっちも要素少なくないですか。なんで俺はなんかサンダルボンらしさが別に。いや、ちょっとサンダルボンが分かんなかった。サンダルボン俺どうしても欲しい。腕はポパイみたいになってんの。でっかくなってっけど。タクヤの方もこれを足して2で割ったら出来上がり。サンダルボンいいね。でもサンダルボンって欲しいです。これを機にね。これはもう本当欲しい。サンダルボン。そうです。確かにね。確かに確かに。サンダルボン欲しいわ。欲しいですね、サンダルボン。これは当たった。はい、これ来た。今までのあんまりなかったっていうところから、バレンタイン紫式部。あー、おー、わ、すごい、かわいい。ありそう、かわいい。これだって持ってない人は本当持ってないもんね。いや、欲しい式部は。すごい上手。これちょっと意外とね、欲しいんじゃないかと思ってます。でもかわいいしたね、それ書きたいな、それを、ね、そういうの書きたいんだよな。はいはい、バレンタイン気候院千代子。いやいやいや、その名前が変わるパターンはないんだよ、千代子。後ろのがロボットになってる。そうそうそう、マッドイノベーター。マッドイノベーター。これはあれ、ガンバレルーヤの、ガンバレルーヤのマヒル、マヒルちゃんじゃねえ。
ました。好きな人一緒になったデトラビ気持ち悪いな、なんか被っちゃったんです。え、ちょ、そんなそんな血が滲んだみたいな赤ある、うん、被っちゃったんです。なんか、え、服は着てないのね。あの、着てます、あのピチピチのやつで、貝殻に乗ってるでいい、ね、貝殻マシーンに乗ってます僕もいいですか、これ来たら嬉しいなっていうのがこちらです。じゃあカカオ農園トシエ&松尾お前トシエ&松尾好きだな、好きだな、お前あれだろ、トシエ&松尾髪の色で簡単に表せるずるいぞ、どうしてもカカオ農園ちゃんとそのチョコレートの上に私たちが作りましたっていう写真が生産者カカオ農園トシエ&松尾トシエ&松尾はい、チョコガネーシャチョコガネーシャ急に絵本みたい、かわいいそうなんですね、チョコガネーシャ、はい、カカオ農園イゾルデいやカカオ農園やめずるいぞそれも色分け簡単だからじゃカカオ農園イゾルデあと二人のやついねえかないやカカオ農園ばっかりかはい、いきます、ちょっと思考を変えてモテオニキス、もういいですね、なるほどね、モテモテオニキス、本当だ、カラスカラスカラスに狙われてるの、いや違います、あの友達のカラス、なんで毎回色がそんなにじんじゃったっていうでもなんか、はい、なくはないのね、なくはないですよ、モテモテオニキス、モテモテオニキス、ちょっと学生っぽい、そうですね、学生だし、モテモテオニキス、はい、ちょっとジャニーズ系、ジャニーズ系だし、はいはい、しまくら千代子いやいや、なるほど、島倉千代子千代子、いやじゃあモンストのキャラ島倉千代子いないんですよ、千代子がチョコじゃない、人生いろいろはい、はい、ストロング死骸チョコ食べた、気持ち悪いガチャキャラなんです、目のとこグミとか入ってそう死骸とかでやめてください、死骸チョコ、これは、エクスラグのショップで販売本当にチョコだよ、いらねえなぁ、はい、チョコ食べすぎるルーじゃん、ムーで、あ、ムー、チョコ食べすぎムー出た、ムー、あ、いや、怖えんだよな、可愛いっていうより怖えんだよな、通り越してちょっと食べ過ぎムーです、いいですか、はい、はい、手作りチョコ巻き戻しエポカ複雑なの書けるようになったねなりました、はい、本当だね、はい、やっぱ板チョコを溶かしてなんかトリュフみたいな作るんなら板チョコでくれって話ですよね知らねえ知らねえ知らねえ、タッチさんとは絶対食べれないタイプじゃないですか知らねえよって言ってます、手作り、はい、いや、作った人によるまあ、せーのそうか、そうか、そうか、たまになんかこの番組やった、この仕事やってるとさ、はい、共演している、はい、うん、なんかアイドルとか、はい、タレントさんとかが作ってくれるやつは食べる、あ、そういうのは食べられる、あ、素性が分かってるというか、うん、なるほど、急に事務所に送られてくるとかは食べられない、ちょっとさすがに怖いですね、うん、確かにそれは確かに怖いな、はいはい、
じゃあですね、あのバレンタインシーズンのスタバの、新メニュー、期間限定メニュー、うん、チョコブラウニーフラペチーノ。ブラウニーフラペチーノ。モンストのモンストのキャラコラボしてる？いや、普通にスタバでこの時期に多分販売されるであろう予想なんです。モンストの話だよ。話しろよ。モンストでやってんだよ。じゃあそれは出るだろうよ。出るだろう。いや、これ あのベリビア。全然ちげえ。どっちかってグネビアみたいな。はい、やっぱあのバレンタインといえばこれですよね。ガーナの CM 背徳ピストルズ。あ確かに。あもう確立してきたね。ポジションすずちゃんとかね、いつもそう、いいとこやるからね。そうなんですよ。やっぱ3人、土屋太鳳ちゃんとか、そうです、やっぱ3人でやってるイメージ。いやそこにさ、あれ入るの、おっさん入るの、はい、1人やっぱイケメン枠として今回はあのサタンが入る。サタンがガーナコラボ。はいはい、ギブミーチョコレートバッハ。あれ、あ、米軍じゃないですか、言ったら。すごい。いや、ボールへどうなるんですか。チョコもらいに行ったんだ。ちょっと、まあ、はい、もしかしたらカットなのかもしれない。いや、まあ、はい、チョコレート工場現内。あれチャーリーとチョコレート工場、そうですけど本当の工場。いや現代感ないんだよ。そんなゴーグルつけなくてもいいんじゃないですか。チョコレート作るくらいで。そんな危なくないですよ、目に飛んできた、うん、はい、髪の毛は確かにないです。チョコレート工場現代ありますね。やっぱこういうなんか欲しいキャラ来るでしょ、絶対。みんながさ、なんかガチャ引きたいなっていう、そうなんですね。はい、はいはい、新商品開発田中義武。あ関係ねえ。あら、花畑牧場から関係ねえじゃん。生キャラメル関係ねえ話。モンストなんすよ。当てに行きました。当てに行ってないでしょ、田中義武さん出ないですよ、モンスト。ちょっと似てる。はい、チョコチョコンナ。もちもちいいな、かわいい。もちもちいいなみたいな。チョコチョコンナ、チョコチョコごっちゃになってるんですよ、正月の、うん、いいですね、チョコチョコ。もうお味にかかってる。ちょっとまああるんですけど、時間かかりそうだった。じゃあどうですか、この中で、この辺りですか。はい、はい、いこの中 で、どれかを、1体、採用して、バレンタインキャラにしたいと思います。いや、ちょっとできないんだよ、そんな力は持ってないんだよ。やっぱマテオニキスでしょ。いやいや、板チョコ戻しエポカです。いや、エポカは出ないんだよ。エポカラップで包まれてね、触れるでしょ。カカオ農場。エポカないでしょ。カカオ農場。まあでもちょっと、これ欲しいな。カズヤさんのクオリティ半端じゃないな。そうっすね。式部。これありそうだね。でも確かにね、式部欲しい。式部ないもんね。今持ってない人で欲しい人もいるかもしれないですね。これでも本当にこれ言うなれば、去年の10月ぐらいからこれやっといた方がいいんじゃないですか、うん、じゃあ本当に絵描いてる人参考にするんじゃないですか。あーなるほど、はい、なるほど。もう出来上がったもん、参考にしないよ。別にしないよ。10月ぐらいにもうバレンタイン。いやもしかしたら、はい、ね、カズヤの前の絵とか。そうですよね、その手があったかとか思ってる人いるかもしれない。いるかもしれないです、うん、チョコ食べ過ぎるな、うん、チョコレート。吉武さんはやんねんでしたっけ。新商品開発、はい、新商品開発吉武さんね。さあということで、はい、じゃあはい、こんな感じですかね。はい、皆さんは何を予想したでしょうか。はい、はいはい、ぜひ書いてください。はい、その他高評価コメントチャンネル登録もお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ、はい。